むしろ受けないで症状だけで判断してると、とんでもない状況で見つかって手遅れで亡くなっちゃってるっていう形になっちゃうんで。胃がんとか、まあ大腸がんとか食道がんは、まあ、神経ががん自体にはないんで、症状がやっぱり出ないっていうのが一つも大きな特徴なんですね。だから症状がもし出たとしたら、もうかなり進行してるっていう認識でいいと思うんですけども、なのでやっぱりがんって早く見つければ見つけるほど内視鏡で治療することができるんで、外科的に手術をしてしまうと胃がなくなったりとか腸がなくなったりとかすると、その後の生活にかなりちょっと影響が出てくるんですね。なのでなるべく内視鏡で取ってしまうと臓器がそのまま残るんで、生活に支障が全くないんですね。早期に見つけるには、症状がないうちに定期的に受けることによって早期発見をしていくしかないんで、そういう意味では定期的に内視鏡検査を受けるってことは、がんの早期発見にも大事ですし、その病気がないとか胃の中腸の中きれいっていう認識を自分で持つことによって、まあ、生活に安心ができるっていう意味もあるんで、定期的に受けていくことはすごくいいことじゃないかなと思いますし、むしろ受けないで症状だけで判断してると、とんでもない状況で見つかって手遅れで亡くなっちゃってるっていう形になっちゃうんで、早期発見ができる検査、楽な検査があるんで、その機会を逃すとちょっともったいないなと思うんで、できたら定期的に受けた方が自分のためになるし、まあ、家族のためにもなるんじゃないかなと思いますので、そこは気をつけた方がいいと思います。